東京ビッグサイトにいて、2020年、東京オリンピック構想への支持を訴える、宣伝東京タワーの窓文字レジェンドレース2020年、東京オリンピック構想は2020年、オリンピックパラリンピック競技大会を、東京都に招致する構想。東京の立候補は、リオデジャネイロ開催となった2016年大会の、招致から2回連続となった。 2013年9月7日にブエノスアイレスで開かれた第125次 IOC 総会で2020年大会の開催都市に東京が選ばれた。東京招致委員会は2013年1月8日に詳細な開催計画をまとめた立候補ファイルを公表した。他都市を含めた開催地選考と問題点については2020年夏季オリンピックの 開催地選考を参照のこと。正式名称、第32回オリンピック競技大会英文名称、ザ・ゲームズ・オブ・ザクシ・オリンピアード開催期間、2021年7月23日から8月8日。正式名称、第16回パラリンピック競技大会英文名称、東京2020パラリンピックゲームズ開催期間、2021年8月24日から9月5日。 ディスカバー・トゥモロー未来をつかもう。開閉式は8万人収容スタジアムへの建て替え計画がすでに進められている。国立競技場で行われる。開会式は2021年7月23日20時から23時。閉会式は同年8月8日20時から23時に行われる。ディスカバー・トゥモローをテーマに最新技術と日本の伝統文化の演出を行う。 東京の計画書では、東日本大震災からの復興の一環として、オリンピック・パラリンピックの開催及び、準備期間における32の被災地支援策を計画している。この計画は、東京招致委員会のメンバーとして加わっている、岩手県、宮城県、福島県の東北3県の知事と東京都が合同で開催した復興専門委員会の中で策定された。 主な支援策は以下の通り。エンブレムの偽造問題やメインスタジアムである国立競技場にかかる巨額の建設費用からそのデザイン変更を余儀なくされた。その結果、ラグビーなどの国際的な競技と建設、着工に伴う日程などが大幅に遅れる事態になっている。また、東日本大震災の影響から、 東北の復興に伴う住宅などの建設や現在の日本の建築業界が慢性的な人手不足と円安に伴う資材高騰についても極めて問題になっており日本企業と同国政府は同国の建築業界で働きたい外国人で日本語ができる人や日本の若者を募集していたオリンピック閉幕後の残る遺産をどのように活用するかも問われる この場合の遺産とは単に建造物のみならず、再開発に伴う都市景観や環境、持続可能性、さらにオリンピックで醸成された、スポーツ文化やホスピタリティ精神といった無形の遺産を根付かせ発展、継承させることも求められ、検討や提案が行われている。パラリンピックでの障害者アートプログラムは、東京都現代美術館が拠点となる、オリンピック研章と、 オリンピックアジェンダ2020では、スポーツのみならず文化プログラムとしての、文化オリンピアードの実施も呼びかけており、スポーツ、文化ダボス会議の開催や東京以外の地域も含め、検討が始まった。誘致の際に話題となった、おもてなしの精神を具現化する構想が練られている。ボランティアオリンピックボランティアは、オリンピックは競技者だけのものではないとの、 国際オリンピック委員会の考え方を反映したものである。東京都ではオリンピック運営を直接支援するボランティアとは別に増加が見込まれる外国人観光客に対応する観光ボランティアの体制整備も進めている。情報通信技術中央防波堤に作られる海の森水上競技場は閉幕後に文化環境学習センターとなる予定東京オリンピックでは 情報通信技術による運営サポートの社会整備を目指している。現状でも法日旅行者から要望が高い無料公衆無線乱網の整備やハイテクのイメージが強い日本をアピールすべく、ウェアラブル端末による感染の実現などが注目される。延べ、両館の古写真東京都の舛添陽一知事は、 かつてハマリキュオン指定園内にあった延べ、両館を再建し、オリンピック期間中の都の迎賓館とする計画を表明している。オリンピックでの交通渋滞を緩和すべく鉄道網の整備が進められている。東京都は水上交通の見直しも進めており、羽田空港と都心を結ぶ航路を計画している。東京都はオリンピックを契機に、東京を水素社会化し、 再生可能エネルギーによるエネルギー効率の高い都市であることをオリンピックを通してアピールする計画を表明。東京オリンピックの開催を受け、国際オリンピック委員会が公認するスペシャルオリンピックスとデフリンピックの誘致も目指す動きがある。オリンピック開催に関する反対意見は国や地域、開催年にかかわらず出されるが、東オリンピックに関しても同様である。 当オリンピック開催反対への主張としては、オリンピックの他にすべきことがある、金の無駄遣い、オリンピックよりも、被災地の支援、市民生活向上に金を使うべき等々がある。しかしながら、これら反対論者の間でも、すでに開催が決まったオリンピックに対しては、特定の国や民族に対する偏見や差別がなくなる、ことへの望み、これを機に、海外から訪れる。 外国人に被災地の現状を見てもらうべき、都市が整備されることへの期待、開催するからには盛り上げてほしい、等と々うとうのメッセージが発せられている。実際の大会スポンサーにもなった企業、そうでない企業がある。東京2020オリンピックパラリンピック、招致アンバサダー招致アンバサダー招致クール東京、アンバサダーハット AB ネーミングライツの使用は、 IOC の規定により使用できないため、本来の名称での開催となる。東京は、世界大都市気候先導グループが、気候変動対策として、都市の持続可能性を考慮しつつ、先導的な活動を行った都市を表彰するため2013年に、創設した気候リーダーシップ賞の第1回受賞都市であり、新たに制定された都市の低炭素化の促進に関する、 法律の適用も目指す詳細は、エネルギー効率改善都市を参照。ありがとうございます。